こんばんは。今回新規開放されたね、決戦エレナと決戦エンマを使っていこうかなと思います。まあ、二人ともね、ちょっとあんま変化点がなくて、動画分ける意味も特にないなと思ったので、ちょっと一緒に動画にしちゃいます。で、まあ何が変わったかっていうのと、まあ二人の不満点とかがあるので、試合しながら喋っていこうかなと思います。どうぞ。はいはいはい。牽制ティナカルマ。あー、なるほどね。いやねー、なんか二人とも強いは強いんですよ。強いは強いんですけど、玄関強キャラの方がもっと強いってのと、あとはね、修正点が少ないじゃないですか。なのでちょっとね、インパクトがないんですよね。まあ、もっと言い方変えるとパッとしないというか、なんかその、おーってそのなんか、大幅に変わればおーってなるじゃないですか。まあ、エクセとかセラートとかも結構変わりましたし。なんですけど、まあ、新しめのキャラともいうこともあって、ちょっとね、変化が少ないんですよ。まあ、エンマから言うと、まあ、例えば、こんな感じでエリアが最初から広いとか、まあ、これは、確か3、4打球限定ではあるんですけど、まあ、それとか、あとは特殊状態中の消費軽減と、あとは、特殊状態中4打球連続でフォアで触ると、なんだっけ、なんか延長だっけ、時間5打球ぐらいだっけ、あるんですけど、それだけ、なんか、情報修正レベルじゃないですか、これぐらいだったら。こっちなん、え、あれ、なんかラケットの向きと逆に来てない、なんか気のせいかな。なんかね、しょぼいんですよね。強いんですよ、もちろん強いんですけど、なんか使った感じ、その使い勝手が全然変わってないので、あとまあ不満点としては、特殊で中なんか4連続でフォアで触るとかありますけど、それいらんくね、なんか無条件で15打球でよくね感がすごいあるんですけど、これ自分だけですかね。なんかその条件必要だったかな感が非常にすごいので、まあもちろん元から強かったんでね、このキャラ。まあそんなにいじれないってのは分かるんですよ。この新規来る前から、ああまあそんなにいじれないだろうなとは思ってたんで、まあそんなに期待はしてなかったですけど、まあ、それにしても変わらなすぎたのでねまあこのヘリオイセスがめちゃくちゃ速いとか、そういう強みはもちろんあるんですけど、せめてその SS にスタミナ回復欲しかったかなって思いますね。そしたらオラクル適正ができるので、そういったとこは欲しかったですね。まあ、ルカはまだいけると思うんですけど、シロとかニオとかがちょっと無理かなって思いました。あとカルマも厳しいかな。このクロケラ確かね、なんか吐き抜き効かないよね。まあ、燃焼で枯らすぐらいですかね。まあ、まだトライアル期間なんで、これから強くなってもらうのを期待みたいな感じですかね。まあ弱くはないです、全然。強いんですけど、もうちょっと欲しかった。まあいろいろ言いましたけど、まあループするだけでもまあ偉いは偉いですね。もともと増加量つけなきゃいと、確かループしなかったよね。交代時とかだと確かね、ループしなくて、まあ増加量とかスマジルとかそういうのに頼んないとダメだったんで、まあそこはまあ偉いは偉いんですけど、まあ、なんか もうちょっとあってもよかったかな。ただまあ、新キャラを売る上で邪魔になっちゃうから、まああんまり強くできなかったんですかね。で、次じゃあ、どうせだったらエレノア見ていきますか。エレノアの変更点としては、まあさっきから出てる通り、見切りですね。見切りがつきました。まあこれが大きな点ですかね。あとは特殊状態中に急速アップがついたりとか、あとは SS にコードがつきました。コードってのは4周年エレノアが出してるあれですね、踏むと封印食らっちゃうあれですね。まあ、確かクレイってあんま一面向こういなかったよね。だから、よいしょ、あ、やべ、ダメだった。あ、やべ。よいしょ。なので、まあ意外と刺さるかな。よいしょ。決まらん。はいはいはい。よいしょ。じゃあ SS 打っときまして、はい、まあコードはまあもともとその SS に打つメリットがなかったことを考えると、まあ大きいっちゃ大きいですね。もともと確か不読むコードぐらいしかなかったもんね、つく効果が。なのでまあ打つメリットができたの偉いですね。で、まあ、30% 返ってきた上で20回復とか、確か20じゃない、200回復、あれ150とかだっけ、あったはずなので、まあブレスとか持たせて回転してね、ギミックを生かすっていうやり方もまあ一応できますけど、まあ
うん、そこまでするぐらいだったらヘリオとかシルビアでいい感はまあありますね。この対面どうしよっかな。吐き抜きむしろもらった方がいいんですよね。さっきみたいにその大回りなスライスになれるんで。まあ、このキャラは、まあ、こんな編成するんじゃなくて、まあ、あの、サーブ剣能のために、サーブタイプを入れてあげるといいですね。あのスマッシュの速度が、あのセレナみたいに上がるので、入れてあげると、まあ、効果を発揮しやすいかなと思います。よいしょ。よいしょ。あとね、このキャラのちょっと不満点としては、テキストですね。あの、SH の説明文、になんか特殊状態になるってテキストがあるんですけど、それについてその下のね、特殊状態中、リジェネ不要無効、急速アップとか確かあったはずなんですけど、終わったね。だからね、書き方が紛らわしいんですよ。なんかその書き方だと、S1 でそのリジェネとか不要無効とか、急速アップつくのって思っちゃったんですけど、そうでもなくて、その、SS の特殊状態でその3つがつくんですよ。なので、最初からそう書いてて欲しかったなぁ感はありますよね。なんか S1 でついちゃうんだったらさすがに強いですからね。決まるか？決まらんか。多分見切りついてないから来る場所がわかんないと思うけど、エリアの暴力でなんとかなる。でね、エンマもエレノアも課題がスタミナ面だったんですよ。脆いんですよ。なんですけどそこがちょっとね、改善されなかったので、本実装ではちょっと改善されててほしいなぁとは思いますね。はいはい、あー白がいる。できれば白を着てほしいなぁなんて。白がねちょっと厳しいんですよ、2人とも。まあ2王じゃねえ、エンマがちょっとまあ少しだけ可能性があるぐらいですかね。部下で言ったら白でワンチャン SS 打ってくれる説、ちょっと白で打ってほしいですね。そしたら、まあ、どっちかに交代ですかね。まあ、エレノア出してもしょうがないしな。エレノアって、まあ、一応空中無効つけられますけど、それでもやっぱ定番相手あるんでね、ちょっと厳しいかなと思いますね。まあ、こっち側の定番があるんで、まあ、決め手が全然ないわけではないんですけど、まあ、ちょっと他のキャラ使った方がいいよね、とはなりますね。で、エンマなんですけど、まあ、スマムコを張れればワンチャンかな。はい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 。はい。ちょっと SS が怖いんですよ。SS が怖いんですよ。いつ飛んでくるか。はい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 。そろそろ今こそって言ってくるんじゃない？あ、ラケラケラケ。それはでかいっすね。あ、エンマ。ミラーしますか。はい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 。はい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 。ヘリオ SS。つえー。これやっぱ得点力高いですね、非常に。ああ、そう、白つながりで、ちょっとね、二王も厳しそうだなと、ちょっとね、思いました。やっぱね、最近のキャラ防御硬すぎるんでね、なかなか波ぐらいの実力のキャラだと、さすがに勝つのは難しいかなと思いますね。そういうキャラってやっぱね、防御だけじゃなくて攻撃面も強かったりするので、まあ厳しいですよね。ちょっと、あんまりバック狙われるとループしないんで困りますね。はいはいはい。エリアが広いので取れますと。お、SS! OK! で、エンマですか。じゃあこっちエレノアでいきますかね。ヴィンテグラ行きましょう。あー、取れなかった。うわー、あの、え、そっちで来る。あー、白、うわー、ちょっとやばい。それまずいっすね。ほい。ほい。ほい。じゃ、マス、うわー、マスを出なかった。鬼が笑うわ、なっちゃった。でかい。ほい。怖いー。あー、怖い。定番が本当に怖い。ちょっと空中無効つけます。あ、ラッキー。それでかいっすねー。じゃ、残り、エンマで来るのか。じゃあ、どっち？エンマね、OK。はいはいはい。いや、ちょっとこのノクバが結構、いやらしい。スライス、あ、スライスじゃない。ボレーエリアでやっちゃった。マジか、マジか。ちょっと待って、ヴィンテグラ出したいんだ、自分は。ヴィンテグラ、はいはい、ヴィンテグラからの、どでかいスライス、どでかいスライス。あー、早い。いやー、ちょっと待って。カット積んでるのに。
こんな削れるなんて。エンマ、あ、シローならこっちですね。はい。いきます。ちょっとガンガン前出ていきますか。おい。おい。怖い、怖い、怖い、怖い。はい、吐き抜きじゃない。ブレ玉。オッケー、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 オッケー。なんとか。はい、こんな感じでした。まあ、性能がちょっとね、5周年の前座感があるのがちょっと残念ではあるんですけど、ただ普通に強いんでね、別に全然弱くはないので、まあ、もしね、ルカに困ってるって方はいいかもしれないですね。エレノアもエンマも、まあ、割かしルカはいけなくもなさそうなので、まあ、そういう方はいいかもしれないですね。ただ、仁王とか四郎がちょっと厳しそうかなと思うので、スタメンに入るかと言われるとちょっと厳しいかな感は、ちょっとありますね。で、まあ、ちょっとギアの方を振り返っていくと、今回ちょっとエレノアに関してはヘリオで使いました。まあ、シルビアでもいいと思います。で、初手で使うわけじゃないので、交代時で使いました。で、靴の方が煙幕靴に結構カットとか積んでます。まあ、枯れやすいんでね、これはまあ必須かなと思います。で、煙幕に関しても、まあヘリオですね。で、スマさんとかつけて、まあロブレン対策とかしてるんですけど、まあ言うてロブレンはされないので、まあ吐き抜きで打ち上げた時の、まあ美味しいみたいな、そういう感じですね。で、靴の方がリーラン靴。で、リーラン靴に、スマ無効をつけてます。あとはクライム無効とかつけてあげると、まあ M セレナとか見やすくなるかなと思います。てな感じですね。はい。なんか、新しい使い方とかが発見できたらご紹介するんで、まあ今回はこんな感じで締めようかな。はい。こんな感じで終わります。ここまでありがとうございました。お疲れ様です。